マキオでございます。さあ、フォースポークン終わりました。すべてクリアしてですね、プラチナトロフィーも取りました。はい。全部で何時間やったかな。ちょっと今見てないですけど、60時間、70時間ぐらいやりましたかね。うん。で、一応ですね、今この動画はまあ、プラチナをちゃんと取って、まあ、60時間ぐらい、遊んで、まあ、全てねやり尽くしたというところで、その上で、このゲーム、うん、マキオがねちょっとねマキオ自身が感じたゲームの評価をしようかなと、うん、もう簡単に言うとですね、一言、惜しい、とにかく惜しいという感じですかね。はい。まあ、いいところ悪いところはまあいっぱいありますね。まあ、人によって捉え方様々あるかとは思いますけども、あくまでもマキオがね感じた意見なので、まあプラチナまで取ってるんでね、ある程度はね、信用性はあると思いますよ。で、素材はね、とにかくね、このゲームの素材、ね、ベースというか、さまざまないろんな素材があると思うんですけど、まあね、いいものはね、揃ってるんですよ。うん。広大なオープンワールドとか、ストーリーもそうですし、魔法ファンタジー、世界、ね、この異世界の設定、うん。で、あとは爽快なアクションですね。はい。まあ、でもね、惜しいと。とにかくやっぱ惜しいというのが、やっぱ第一印象というか、もうやりきったと思いますね。うん。まあ点数はね、人それぞれね、まあ、この作品って、まあ、幅がね、出るとは思うんですけど、点数をつけるつけないは、ね、ちょっとそれは、置いときましょうか。うん。まあ実際なんかね、煮え切らない、もやもやとかね、他のサイトとか、まあ動画とか、まあ点数見てても賛否あるなと。まあそれはね、やっぱりわかります。負けをも、やり終わって、それは感じてますね。60点台もあれば80点台もあるみたいなね。結構ね、振り幅が広いというか、うん。この煮え切らない感じで、かなりプレイヤーを、選ぶのかな。ただ損してる部分はありますよね。まあサクッともうなんか5、6時間10時間も経たずにメインストーリーだけ進めて、評価するっていう方もおられるんで、まあ不公平にならないようにね、しっかり、プレイして感想を入れますけども、まあ特筆したね、なんかこう、これっていうところもね、ないのはね、確か。うん。で、なんでこんなことになってるかっていうと、まずね、このゲームをプレイして、マキオがね、感じたね。感じてどうだったか。うん。とりあえずは楽しめましたと。うん。ただ、プラチナトロフィーまで取りましたから、本当のクソゲーは、数時間でね、やっぱね、ギブアップね、してしまうよね。ただ、マキオは、まあ、最後までやりきったということは、クソゲーではない。もう、全然。うん。決してクソゲーじゃありませんと。でも、神ゲーでもないと。もう、その間というか、両ゲー、影なんて言っていいのかね、うん。そんな感じかな。まあ、ここはね、人によって変わりますよ。これはしょうがない。ね。うん。負けはまあ、両芸でしたかね。うん。まあ、楽しかったのはね、魔法ファンタジー世界、そして、広大なマップを、まあ、ちんたらね、探索して、あれ、こっち行けるかな、どうだろうな、行けるか、ちょっと行ってみるか、って言って、あ、こっちもつながる、あ、こんなところ行けたって探索をね、結構ね、楽しんでました。そして、魔法強化とか、素材集めも、まあまあ、楽しかったですかね。うん。
まあ覚えた魔法でね敵をねこう華麗に撃破して、結構楽しかったですけどね。まあ、操作感に関してはもうずっとなんかいろんなところで言われてますけど癖があるんですけど、まあ細かいあの設定変更とかができるんで、まあ正直これはね慣れます。もう最初にこれやって、うわ操作がって言ってるのはあのにわかで慣れます。はい。であとはねストーリーなんですよ。そこそこねストーリーは良かったですよ。うん。トータル負けようの関数は両ゲーなんですが、まあこのねストーリー部分がねちょっと、まあストーリーはいいんだけど、それなんていうかな、まあ一般的にこれをね人にまず進めるかというと話は別。まあこれやってみてくれ、すげえ面白いから、まあ自信をね持って進めれるかはといえばねできない。まあ人を選びますよと、暇ならやってみるといいよね的な、セールで安くなってから暇ならやってみるのもいいんじゃないっていう、まあおすすめはできるけど、まあ今買うとすごい高いからね、まあ安くなった時に買って時間がある時に遊ぶのは全然もうおすすめできる作品かなと。まあとにかく評価は惜しい。もうそれ1点だったね。でも面白かったよ。もうよくね机に頑張ったなと。だってさ新規 IP だからね。でやっぱ企業なんでいついつまでに作らないといけない、まあ時間の制限があったと思うんだよね。まあ時間の制限はあったとしても、なんていうんかな、まあ、これを作った人のセンスはちょっとな、まあ、だけど時間に追われて結局そうなったのかもしれないし、なんとも言えないですけどね。まあね、新規で、新規 IP から作るっていうのはなかなか難しいと思いますよ。最初はね、ちょっとやっぱり中途半端になりがちってはなりがちだよね。まあその点ね、赤狼とかね、エルデンリングはまあさすがだよね。まあベースはあるんで、まあそれをちょっとブラッシュアップした感じで作るんで、けどあれだけヒットしてるってことは、やっぱ刺さるものがあるってことですからね。まあこのフォースポークンはそれと比べられると、まあストーリーメイン、でファンタジー RPG と、まあ土俵はねオープンワールドで一緒のように見えますけど、まあ全然違うかな。やっぱりストーリーありきだし、素材のストーリーはしっかりしてると。でも、活かしてないんだよね。ゲームをしてると一気に話が進むと。まあこれは、そのさっき言った時間制限とかなのか、その作ってるセンスなのか、まあ一気にラストまで行っちゃうんですよ。でも、そのストーリー、のしっかりした柱があるにもかかわらず、そのストーリーを生かしきれてないと。素材のストーリーはしっかりしてる。でも生かしてない。ゲームをしてると一気にこう終盤、まあ特に終盤は一気に話が進むんですけど、もったいないなって思いましたね。登場人物がたくさんいるんですけど、そのキャラクターをね生かしきれてない。でストーリーパートももう少し細かく切ってプレイヤーがこう関わりを持たせるこうメインクエストを進めさせるべきだったんじゃないかなと。まあ時間がない、制限があるとかね、リリースまでに会社なんで、まあそこは分からんですけどね。まあ、サブイベントでちょっとこう出てきて、そのサブイベントでももう文章だけ、アーカイブのなんか文章を読む、そしてその背景を知るみたいな、それぐらいしかないんですよ。もうアーカイブで処理する、感情移入しにくいんですよね。もっともっと細かく分けてメインストーリーの中で
ここに行ってあれをしてこれをしてっていうちゃんとこう関わり合いを持たせると、そしたらぐっと感情移入して、次のストーリーこよしじゃあ先に進もうっていう感じになって、最後エンディングに向かうにつれてかあの盛り上がりがもっともっと来るんじゃないかなと。で結局これ RPG なんで、あの一本道なんですよね、最終的には。もうゲームは そんなもんですから、ただその一本道をどううまくシステム上わからないように、にじませて、最後まで持っていくかっていうね。であまりにもオープンワールドにしすぎて、ストーリーだけじゃあメインストーリーのルートトンポンポンと行っちゃえっつって行ったらもうそれでおしまいですからね。人それぞれ何を目的で遊ぼうとしてるのはかはまた人によっては違うんで、まあ難しいよね、そこら辺でちょっともったいないな、まあ、そういう風にです感じました。あとはね、なんだろうね、まあ、マキオはねストーリーを進める前にフィールド探索が楽しかったから、そういうプレイヤーだったんで、まあ、先に進める前にあここメインストーリーで結構進むなと足を踏み入れたら、その前に一人でプラプラ施設にある文章を読んだりとか、あの世界を旅して解放されたフィールドをうろ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 して、であとその中で拾った施設にある文章を読んだりして世界観を見たり、見たり聞いたり、しながらね旅をして、で行ける世界を回って、その後に一気にメインストーリーを進めたんで、まあムービーとか見てもああなるほどそういうことかっていう感情移入がまあ普通よりはできると。でさらにムービーを進めてると多分ねそういうことをしてないとどういうこととか、おこういうあの意味なのかっていうのがなんか入ってくる情報量が全く違うんですよね。でそれをしてないとおみたいな、なんか置いてけぼりを食らう感じがある可能性はある。そしてなんであんな態度をムービーではあんな態度をしてるのかとか分からずメインストーリーは進んでしまうんで、それを他の探索とかいろんな文章とか読んでると、あなるほどねこういう態度をしてるのはこういう背景があるからかっていうのが頭の中で描くことができるんで、やっぱより、感情移入がしやすいと。まあオープンワールドの弊害なんでしょうねこれがね、しょうがないよね。しかもね結構ねメインストーリーは、弱いレベルでもクリアできるっていうところに問題がまたそれあるんだよね、レベリングの設定システムがストーリーを進めるまでのゲームのシステムがちょっと甘いね、作りがね。もっと難しくしてよかったんだよ、別にRPG したいんだから、みんなそのために買ってんだからね、もうこれはオープンワールドの中赤狼とか死にゲーとかね、エルデンリングのような死にゲーではないっていうのはもう事前には分かってるわけなんで、まあそこら辺だよね、あとはどうだろうね、まあそうだね、まあだからゲームバランスとシステム、あと見せ方で関わらせ方ね、でプレイヤーにどう感情移入させて達成感とその先のワクワク感を引き出せるかが全くちょっと おざなりになってしまってるかな、まあ何度も言うけどね、全ての素材は揃ってる、もうクオリティは高い、あとはそれをどうね調理してどう表現できるかっていうところだったですね。なんで惜しいっていうとこなんですよ。もう一言惜しい、評価は惜しいな、もったいねえなーっつって、
まあ、例えばね、龍が如くのようにメインストーリーの感情移入とサブクエスト両方のバランス、あれってね、やっぱりよくできてるんですよ、うん、でここら辺の作り方をもう少し取り入れたらよかったんじゃないかなって思いますね。まあ、オープンワールドのゲームで全然違うじゃんって言うんですけど、そのシナリオの、あのメインストーリーの感情移入とかサブイベントのこのバランスっていうか、あの進行するシステムですよね、プレイヤーがどう感じていくかっていう、そこら辺がね、もうちょっとね、龍が如く系のシステムをもっと取り入れた方が良かったよね、うん、まあメインストーリーがもうすげえ楽しいと、先をがどんどん見たいって、でもサブクエストの話も面白いみたいな、うん、でサブもうちょっとこれから先行ったらもうメインストーリー進んじゃうから、ちょっとサブクエスト進めようみたいな、もうそしてその間にそのキャラクター、なんかむずいっぱいキャラクターがいたんですけど、そのキャラクターの一人一人が感情移入をいつの間にかできてる状態になると、でより一層メインのストーリーがまたムービーが楽しいという、あのプレイヤーの持っていき方をシステム上やれればよかったんですけど、まあそれがやれなかったのか、スタッフがそこら辺を見せる能力がなかったのか、時間がなかったのか、それは分からんそれは分からん。あの絶妙なね、やっぱ龍が如くのようなバランス感、最初から最後までバランスよくプレイヤーに遊ばせるっていうところね、あそこら辺がちょっとね足りない、うん、これはね、ただトータル面白かったよ、まあね、うん、まあそれをそうフォースポークもやるべきで、アーカイブの文章だけ言ってもう行かなくてもいい、関わり合いが薄くなる、ストーリーも感情移入できないみたいなね、本当にね惜しい。まああとはね、魔法の種類でね、最後に解放される魔法があったと思うんですけど、雷の魔法だったかな、あ本当にね、このタイミングで、なんでこのタイミングで解放みたいな、もう死に魔法になっちゃったんだよね。で、ちょっと一歩足を踏み入れたらもう終盤戦で、もう一気にボス戦まで行っちゃうみたいな、いやこの魔法育てたいんだけど、育てる楽しみどうすんのみたいな、でボスが、まあボスが死んだら、死んだ後にまた、フィールド上遊べるんですけど、その時にこの魔法を使うと、まあね、使うタイミングだよね。だからね、その魔法が解放されました、じゃあこの解放された魔法を使って今度ちょっと行けない土地、すごい難しい土地があります、よしここ行くぞっつって、その魔法でじゃないといけないみたいな、なんかこうちょっとしたこう設定をつけることで、なんかね惜しいんだよとにかく、うん、いろいろね、あの仕掛けはできるはずだったんだけど、素材があるんだから、たったそれだけのことができてないっていうのは、時間が足りなかったのかどうなのだろうね、わかんないね。だけど見てる感じは多分時間がなかっただと思う、あのリリースまでの、もうこれはもうしょうがない、これでもうまとめるしかない、一気にもうエンディングまで行ってっつってね、結構開発からそんなに時間経ってないんだよあれ、確か、2,3 年とか3年ぐらいで作ってんじゃないかな、新規 IP を。まあね、その魔法のね、雷のタイミングはちょっとあれだけは見にくいなと、ひどいあれはひどいなと思った。でまあ一気にね、ムービーからラスボス、そしてエンディングに行くと、もちろんエンディングの後に世界を回れるチャプターが用意されてるんですよ実はね。あやっぱそうだよねっつって、でクリア後のね、クリアした後のモチベーションがね、意外とねやっぱりね、ライトなユーザーは保てないと思うんだよ、マケオはゲームやるときは基本的にはプラチナまでやるっていうスタンスでやるんで、本当にクソゲーとかはもう途中でもうすぐやめますけど、見切りつけて、けどそこそこ遊べる面白いゲームだったらプラチナまではちゃんとやりますんで、
まあそういう人はいいんですけど、ライトユーザーエンディングクリアした後ね、モチベーション保てないよね、普通であれば。うん、また今からちょっと回収しに行くのみたいなね、うん、そういうのはちょっとね、あと、あとに回しちゃダメかな、うん、もうよくあるここからは最終バトルになりますと。なので、やることは全部もう済ませといてねっていうやり方の方がまだいいと思う、やっぱり、うん、とにかくね、素材はいいものがありますと。さばけてない下手な料理人が、料理人でできた料理、大味っていう感じ、クソゲーでも神ゲーでもどっちも属さない大味ゲーに落ち着いてる感じ、うん、まあ、ちょっとなんて言っていいのかな、カレー作ってあれやこれやサイト見ながらチョコレート入れると美味しいとか、コーヒーとかね、バターとかなんかあるよね、まあいろいろ入れて食べたら、まあその作った本人はいやうめえ、やっぱりこれちょっと入れるとうめえなとか言ってね、で友達にね作ってやってさ、俺はもうこれすっげえうまいと思うけどどうみたいな、で友達はいや俺はちょっと合わねえなみたいな、でまあ結局メーカーがね、何十年も研鑽を重ねてバランスのいいね、五角形を作ってるわけでしょ、カレールーもね、何も足さなくても万人が楽しめるように箱の裏にさ、調理法でちゃんとこういう風に順番で作ってね、量はこれだよっつってね、もうそれで作るのが一番万人受けする一番美味しいカレーなんだよね、うん、まずはねちゃんとね箱の説明書通り水の量、火加減、タイミングをしっかりできること、うん、それをおざなりにやった結果物足りないなんかカレーができたみたいな、何言ってんのこれがフォースコフ、何言ってんだマジでまあなんかそんなイメージなんかね、さばきが下手だったよね。まあ時間がないと、時間がないんであればないなりのもうちょっとできなかったかなと思ってね、うん、でもねカレーはね美味しいんですよ、うん、ポテンシャル自体は高いからね、もともと、まあフォースポー君ポテンシャルは高い分まあ美味しいよおすすめまではしないけど、負けは楽しかった、でも惜しいと、まあ、そんな感じでしたね。まあ細かい部分はね、いろいろいい点悪い点あるんですけど、かなり、の部分を上げなきゃいけなくなるんで、まあここまでにしておきましょうか。まあ、とにかくね、新規 IP でスクエニはね、まあよく頑張りましたよ、時間のない中ね。うん、よくリリースしました。本当はリリース しちゃダメだったのかな、これがわからん、スタッフの能力なのか時間なのか、もう少し龍が如くのねあれをもう少し勉強してやってほしかったよな、うん、それに近いゲームだからな、ストーリーを楽しむっていうね。まあ、フォースポークンね、2、期待したいなと思いますけどね。実はこの、クリアした後に12章じゃなくて13章だったかな。まあ、クリア後の世界があるんですけど、サイドパス、サブクエストですね。そこら辺をちょこちょこやってたんですよ。そしたらね、覚えてるかな、議員で、捕まった議員がいたでしょう。マケオさんに、あ、フレイニか。プレイに喧嘩打って、和を乱しましたねみたいな感じで捕まって、でその捕まった議員はまあその後まあいろんなねちょっと、サブストーリーがあったんですよ。それは結構面白かったんですけど、最終的にその議員は
捕まった後逃亡するんですよ。いいだろう。まあ、多分ねそこら辺とかはお、まあこれが仮に売れたとして、まあ今2月の5日ですけど、そこまで売れてないみたいね。うん、フォースポークン2が出るとしたらそこら辺のあの議員が最初絡むんじゃねえかなと思って、ちょっとフレイに恨みを持ったまま逃げて、街から逃走したらしいでね。まあそういうね、クリア後の少し、サブクエストとかがありますんで、まあ安くなってね、本当にセールとか中古とかでもいいと思いますよ。安くなって暇な時に少し遊べるゲームとはなってるんで、決して面白くないっていうようなゲームじゃないんでね、まあ、ぜひともやってそのクリア後の世界も見てみたらいかがでしょうか。まあ、そこはね、マキオさんはカットしてクリアした時点で終わってますけどね。はい、まあそういうな感じで、マキオの評価は惜しい。それではまた。